勉強ですね。あなたも九九を覚えましょう。これから二の段から九の段まで順々に九九を唱えていきますから、あなたも一緒に口を動かしてください。さあ、用意はいいですか？二一が二からです。はい。二一が二、二人が四、二三が六、二四が八、二五十、二六十二、二七十四、二八十六、二九十八、三一が三、三二が六、サザンが九、三四十二、三五十五、サブ六十八、三七二十一、三八二十四、三九二十七、四一が四、四二が八、四三十二、四四十六、四五二十、四六二十四、四七二十八、四八三十二、四九三十六、五一が五、五二十、五三十五、五四二十、五五二十五、五六三十、五七三十五、五八四十、五九四十五、六一が六、六二十二、六三十八、六四二十四、六五三十、六六三十六、六七四十二、六八四十八、六九五十四、七一が七、七二十四、七三二十一、七四二十八、七五三十五、七六四十二、七七四十九、七八五十六、七九六十三、八一が八、八二十六、八三二十四、八四三十二、八五四十、八六四十八、八七五十六、八八六十四、八九七十二、九一が九、九二十八、九三二十七、九四三十六、九五四十五、九六五十四、九七六十三、九八七十二、九九八十一。後で何回もレコードと一緒に練習してくださいね。次はテストです。私が九九の問題を通らしますから、あなたはすぐ答えを言ってください。では始めますよ。八六、七七、七六、六七、七四、六八、八九、八八、七七、九八。これで九九のテストは終わりました。九九は何回も繰り返して練習すればすぐ覚えられますよ。